どうも、ハイチです今回コロナウイルスの関係で3月2日より休校措置が国よりね捉えることが発表されました突然の発表だったので学校の先生、保護者の皆様、そして学生のみんながもう大混乱に今なっているところだと思いますでいきなりですね1ヶ月ぐらいもう家にいなさい、学校に来るなということになってしまったので勉強どうするのとかいろいろパニックになってますよね でそれによってまあいろんな企業さんが無料の勉強ツールを公開したりとかというのを発表しているところなんですが、まあ、私もこうやって授業動画を配信している身なのでこのチャンネルでできることを考えてきましたただその前にですね今回その家庭学習っていう部分に突然スポットライトが当たったのでこのチャンネル自体も初めて知った方もいらっしゃると思いますなので簡単にどういう動画を配信しているのかっていうのを紹介させていただきたいんですけども までの学生が授業で学校の授業で習う教科書レベルの授業動画を配信していますで、ね、その有名な問題をピックアップするのではなくて教科書丸々一冊です なので例えば3月に本当はやるはずだった中学校2年生の確率とかそういったものも全部授業として揃っていますなのでそういうふうに使ってもらえたらなと思いますなのでそのような形で授業動画を家庭学習に使ってもらうだけでももちろん構わないんですが自分の授業動画はですね再生させてもらうと一番最初 ホワイトボードに問題だけが写ってる状態つまり問題集の状態から始まるんですねでその問題集の状態を PDF でプリントアウトするサービスも提供していますそれがこちらの「塾チャンネル」というホームページなんですけどもこちらに飛んでいただくとさっき言った、えー、紙がプリントアウトすることができるのでそれもぜひ使ってもらえたらと思いますで今回その何ができるかなって考えた時にそのプリントアウトのサービスはですね家庭で 使ってもらう分にはもう好きに使ってくださいというスタイルだったんですが例えば塾で使っていただいたりとか学校で使っていただいている方も多いんですけどもそれは一度申請をしてくださいっていうのをしてますあのお金を取るわけじゃないんですけどどこでどういう学校で使っているのかを管理をしたかったので申請をお願いしてたんですが今回は、ね、コロナウイルスの関係もありましたので申請なしでもう好きに使ってもらって構わないという形にしました。 なので、教育関係者の皆様、あとは親御さんで、えー、と自分のことを知ってくださっている親御さんが他に知らない方もいると思います。その時にプリントアウトして、こういうのがあるんだよって、プリントをどんどん配っていただいても構いません。もう好きに使ってもらっていいので、ぜひご利用いただけたらと思います。ただ、1点だけ今まで通り、プリントアウトしたものを束にして販売したりとか。 えこのね授業動画を <laughs> 違法でダウンロードしてディスクに焼いて販売したりっていうのが過去一応あったので。 そういったものはこれからも違法と違法というか NG 禁止事項とさせていただきますもし、ね、そういったことが発覚した場合はそれなりの措置を、ね、させていただきますので、えー、ご理解いただけたらと思います。ということで急ぎになりましたが、まあ、小さなことですけど自分にできることということで今回こういういい措置をさせていただきますで最初にも話したようにいろんな企業さんが今、ね、無料でこうサービスを提供しています。 で一部の方には一個人がやってるものなんて企業に比べたら使わなくてもいいんじゃねいかとクオリティも低いしという話も言われてるんですが正直クオリティに関しては勝てません企業さんと比べた時にサービス自体もしっかりされてますしねただ自分の中では企業さんに勝つためにやってるのではなくて子供たちが選択肢を持たせたいんですより多くの選択肢を持っていただいてその中で選べる 状態にしたいそのためにこの活動をやってるだけなのでもし企業さんのサービスがいいと思われる方はそちらをやっていただけたらいいですし自分のこういう活動この授業が分かりやすいこれで勉強したいと思っていただける子もいるのでそういった子に届ければいいなと思っておりますのでよかったらね、まあ、3月いろいろねバタバタしておりますが家庭学習のおともに使っていただけたらと思います。